吊り橋。この話は実際に友人が遭遇した話で、彼もその場所については教えてくれませんでした。友人も実際に人が二人死に、彼も警察にしつこく尋問されたそうです。 これは私が大学時代に友人から聞いた話なんですが彼がバイト先の友人6人とある日中国地方冒険冒所の釣り橋にドライブに行った時のことですその日彼らは車2台に分乗し 出かけたそうです。彼は、後ろの車のドライバーでした。前の車には、バイト先の店長と、彼らのグループ内で公認の、そして、お野菜公認のカップルが。後ろの車には、残りの彼を含む、4人が、 乗っていました。朝から出発したのにもかかわらず、途中でいろいろと寄り道をしたおかげで、目的地の吊り橋に到着したのは、もうすっかり日も暮れた夕闇時だったそうです。山の中の深い谷に架か,かる吊り橋。 吊り橋が近づくと小雨が降り出しうっすらと霧も出てきたそうです吊り橋の手前は広場になっており晴れていればそこに車を止め歩いて吊り橋を渡り帰ってくるはずでしたところが広場まで来ると前の車が 急停止したそうです。10メーターほど後ろで2台目の車に乗っていた4人は、なぜ店長が車を止めたのかわからずに、しばらく固まっていたそうです。しかし、一向に動かす気配もないので、彼が様子を見に行こうと、 ドアを開けかけた瞬間、前の車の後ろの席に座っていた友人のカップルが車から飛び出してきたそうです。彼も驚いて車から降り、何かあったのかと叫んで近づこうとしたその時、 二人は手をつないで、すごい勢いで走り出し、そのまま広場の端のガードレールを飛び越えて、谷に身を投げてしまったのです。彼らは驚いて、ガードレールまで駆け寄り、谷底を見ましたが、霧で何も見えなかったそうです。 呆然自失していた彼ら四人も我に帰り、前の車の店長の様子を見に車まで戻りました。店長は運転席でハンドルを手が白くなるまでしっかりと握り、小声でブツブツと行っちゃダメだ、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 行っちゃダメだ。 つぶやいていたそうですとりあえず彼らは警察に通報しました警察がすぐに到着しすっかり正気をなくした店長は救急車で運ばれたそうですその後二人は当然ですが死体となって発見されました 彼らは警察にしつこく尋問されましたが結局自殺という形になったそうですその後店長の見舞いに行った彼らは店長にあの時何があったのかを聞いたそうです店長が言うにはあの時突然車の前に 古風な着物を着た女の子が霧の中から現れたそうです。危ないと思って急ブレーキを踏んで車を停止させるとまるで時代劇か明治のドラマに出てくるような格好をしたおかっぱ頭の女の子でなぜか笑っていたそうです。 こんなところに、と思うより先に、不気味に思い、逃げれるか、と思ったとき、車の周りを同じような格好をした子供たちに囲まれてることに気づきました。うわ、やべえ。と思った店長は、とっさにお経を口の中で唱え始めたそうです。 すると、車を囲んだ子供たちは、そのまま手をつなぎ、歌い出しました。かーごめ、かーごめ、かーごの中の鳥は。その時、店長の頭の中に、子供の声が。 おいで、おいでよ。と、響いてきたそうです。店長は、行っちゃダメだ、行っちゃダメだ、行っちゃダメだ。と、ハンドルを握り、ひたすら、お経を唱えたそうです。その時、後ろの二人が、 突然車から降りると、子供たちと手を繋ぎ、子供たちと一緒に走り出したそうです。ガードレールの向こうへ、崖に向かって。こんな話、警察は信じてくんないしさ。俺だって、もうあれが本当かどうかなんて自信ないんだ。 店長は最後に彼に言ったそうです。この話を一緒に聞いていた別の友人が、またまたよくできた作り話だな、それ。と茶化すと彼は一言、本当の話だよ。〇〇と三角はそれで死んだんだ。 言いました僕もこの話は本当だと思います踊る 夜、会社からの帰り道。いつもと同じ道を歩いていると、なんとなく、あるマンションが目に入りました。そして、そのうちの一部屋の明かりを、なんとなく見ていました。そこには、激しい踊りをしている、人の影が見えました。 それからは帰り道にいつもその部屋を見るのが習慣となりました。ある日、ふとしたきっかけでそのマンションの大家さんと知り合う機会がありました。早速聞いてみました。あの部屋の人はプロのダンサーかなんかですか いつも熱心ですよね。すると大家さんは、今その部屋は誰も使っていない、と答えました。しかし、現に毎晩、あの部屋の明かりと激しく踊る影を見ています。それを話すと、大家さんは真っ青になって、 言いました。それはおそらく以前住んでいた A さんではないでしょうか。大家さんは何もかも話しました。随分前に A さんがその部屋で首吊り自殺をしたこと。そして死の間際に 苦しさで激しく暴れたらしいこと。病院病院で 掃除のバイトをしていた頃の話。掃除は深夜、誰もいなくなってからやっていた。その日俺はすべての作業を終え、エレベーターで一階に降りようとした。この時間は看護婦も見回りに行かないし、医者も当直しかいない。 まして患者さんなどいるはずもないから病院の中は本当に静かだった下ボタンをいつものように押すとエレベーターは上に上がってくるはずだったなぜだかその日は下へ下へと降りていくそしてエレベーターは 地下二階で止まってしまった。その階には、霊安室と、いくつかの検査室しかなかった。誰があの階に、いや、いるわけがない。今日の深夜バイトは、俺一人なんだから。そう考えてるうちに、エレベーターは、 上がってきた。途中で止まってくれたら、誰か忘れ物でもしたんだ、と思えるのに、エレベーターは、俺がいる階まで上がってきた。霊安室のある階から、ノンストップで、最上階まで。最上階には、物置しかなくて、 俺は掃除用具を片付けに来ただけだった。誰もここに来るはずがなかった。そして、エレベーターの扉が開いた。が、そこには誰もいなかった。なんだ、勘違いか。 と安心して乗り込もうとした瞬間何か血生臭い匂いがしてきたエレベーターの中からだ俺はもう気持ちが悪くってエレベーターを諦め階段を使って一階まで降りたえらく時間が長く感じた 後ろに何かがいるような気がして、後ろも見ずに一気に駆け下りた。次の日は昼晩で、そこで初めて聞いた。あの日患者さんが屋上から飛び降り自殺をしたのを。そして遺体は霊安室に あったこと。俺はそれでも、例とかはあまり信じちゃいなかったから、このことは勘違いで済ませ、それからもそのバイトは続けていた。しばらくしてから、ある友達とアパートで酒を飲むことがあった。 そいつは自称霊感ありのやつだったから、俺は病院での出来事をそいつに語ってみせた。俺が話している間、そいつは静かに聞いていたんだが、だんだんそわそわしだした。トイレかな、と思ったけど、そうじゃないみたいだ。 そしたらいきなり、ごめん、もう帰るわ。って言い出した。まだ酒も余ってるのに。俺は引き止めたんだけど、そいつはさっさと帰ってしまった。なんだあいつ。と、少し腹が立ったけど、 一人で飲んでも仕方ないので、その日は寝ることにした。すると、本当に嫌な夢を見た。狭いところに無理やり押し込まれるような、そんな夢を。次の日俺は、そいつと学校で会ったから、 なんで昨日帰ってしまったんだ、と聞いてみた。そしたらそいつ、こう言った。あの話してる時さ、なんとなくドアの方を見たんだよ。そしたらさ、覗いてたんだよ。女が。ポストの受け取り口の、あの隙間から。 ありえなかった。投函するところの内側についているボックス。あんなところに人の頭が入るはずもないし。その時外から投函のところに頭を突っ込んで、ボックスのすだれみたいになってる隙間から、こっちを見てる女の顔を想像して、 気分が悪くなってしまった。言っても信じてもらえないと思ってさ、それに血まみれで、しかも逆さだったから、本当に置いてってごめん、ごめん。と最後には、そいつは俺に泣きながら謝っていた。俺は、 それで、バイトを辞めた。背丈数人で集まった酒の席で、ふと階段の話題になった。 その中の一人が、心霊かどうかはわからないんだけどさ、と前置きをして話してくれた。仕事の帰り、彼は駅から降りて、アパートまでの道のりを運動不足解消のために、いつも歩くという。彼の自宅の近くには、市でも有数の、 自然公園があり、その広大な敷地に面する道路は長い直線で曲がりくねることなく50メーター先まで見通せるらしい。街灯はぽつりぽつりとしかなく、民家もないため明かりはほぼない。さらに敷地からはみ出した 森の一部が月明かりを遮るため、いっそ闇は濃い。そんな道をとぼとぼと歩いていると、数十メーターほど先に、こちらに向かって歩く人影が見えた。明かりのない暗い道だし、さらに彼から距離が離れているため、 影の輪郭しかわからないが直感で子供だと思ったという異様に背丈が小さいのだ五歳児ほどかと当たりをつけたところで声をかけた方がいいのか迷ったというこんな時間にあんな小さな子供が出歩くのは 尋常ではない。しかし、声をかけたところで、自分が不審者だと間違われたら大ごとだ。そう、悶々としてるうちに、人影との距離は近づいていく。ある程度まで近づいたところで、彼は、くるりと厳ビを返し、 来たた道を引き返したという私がどうして引き返したのと問うと、彼は苦しい顔でこう答えた。だってさ、それ子供じゃなくて四つん這いで歩く女だったんだよ。しかも俺のことをまっすぐ見て、 満面の笑みだった。真っ暗な道でもその表情だけはなぜかはっきりと見えたという。ほとんどかけるようにその道を抜け駅まで戻ったところで彼はタクシーを呼んで帰宅したという。 以降彼はその道を通るのをやめた客おばさんが子供の頃実家は 民宿をやっていたらしい。夏になれば、たくさんの人が来るため、民宿もそこそこ繁盛していた。そんなある日、一人の男が、一晩泊めてほしいとやってきた。男は、何かを恐れてるような、何かを警戒してるような、 少し、挙動不審な感じだった。民宿の主人、つまり、おばさんの親は、男に部屋を用意し、いつも通り、何ら変わりなく、普通の客として対応していた。まだ小学校に上がる前だったおばさんは、その男を一目見て、 突然、わめき出した。泣き出す娘に、親がどうしたのと聞くと、その男が、怖い、というのだ。お客に失礼なので、娘には、他の部屋に行っててもらうことにした。 次の日の早朝民宿に警察がやってきた強盗殺人の指名手配犯がここら辺に逃げてきたということだった犯人の顔写真を見ると昨日のここに泊まりに来た男だったのでびっくりした主人はすぐさま 男を警察に引き渡した。警察の人によると、男は先日、老婆を殺害し、金品を奪って逃走し、ここへと逃げてきたらしい。それを聞いて、主人はまたびっくりした。娘が、 昨日その男が怖いと言っていた理由が背中にいるおばあさんが怖いということだったからだはいということでどうも皆さんこんばんはごま団子です、えー今日は 階段話を読ませていただきました。はい。えー、四つ目のお話、怖かったですね。<laughs> あの、夜道歩いてたらね、前方からなんか来るなと思って見てたら、えー、四つん這いの女の人がこっちに満面の笑みで向かってきていたっていう <laughs>、えー、話ですよね。めちゃくちゃ怖いですよね。うんそんなのに夜道出くわしたらもう僕だったらね、ほんと倒れちゃうんじゃないかなっていうぐらい <laughs>。 相当怖いっすよね。うん。それは生きた人間の方だったのか、それか幽霊だったのかっていうのが、まあわからないままお話が終わってしまったんですけどもね、うんえー、どっちだったんでしょうね。うん。まあでも夜道を歩いてるとね、いろんな方がいますよね。僕が見た中でね、わ、この人怖いなと思ったのは、 えー、地面にね、頭をつけて <laughs>、ごめんなさいって、こう、すごい土下座をしてる男の人がいて、道端なんですけど、でもその男の人の目の前には誰もいないっていうね <laughs>、誰に向かってあれ土下座してんだろうっていう人とか、 まあ、あとはあれですよね。今日みたいなクリスマスの日にね、えー、夜道を歩いてるカップルの人を見て、いいな、いいなと心の中で思ってる僕とか,とかで <laughs>、で何を言ってるんだっていう話なんですけどもね。えー、今日クリスマスですね <laughs> うん。どういう導入の仕方だよっていうね <laughs>、えー、感じなんですけど、今日クリスマスですね。うん皆さんはどう過ごされましたか僕はね、えー、普段と何も変わらない一日をね、過ごしたんですけどもね。う まあ、この動画が上がる頃には、えー、多分もう日をまたいで26日になってますので、 えー、もうクリスマスも終わってしまうんですけどもね。えー、僕もなんかしたかったですね。<laughs> なんか、えー、恋人となんかそのデートとか、美味しいもの食べて映画見てみたいなね <laughs>。えー、まあ相手がいないんですけどもね。えー、あとはですね、このお話のようにサンタの格好をしてね、えー、街中をね、こう四つん這いで歩くとかね、えー、そういうことしたかったなっていうふうに思うんですけどもね。えー、やっぱりその、 ね、えー、捕まっちゃうのでやめましたけどもね。うん。ね。ということで皆さん、良いお年をって <laughs>。良いお年をじゃなくてね、えー。まだ今年中に多分動画何個か上がると思うんですけどもね。はい。えー、ということで、えー、本日のどのお,、えー、お話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 ということで、本日もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました、えー。よかったらチャンネル登録、そしてコメント、そして評価の方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。えー、あと、この動画の概要欄の方にですね、今日あの、兄弟でやってるゴマブロスというチャンネルがあるんですけど、そちらでね、えー、あの心霊スポットに行ってポケモン GO をやってきた動画をアップしましたので、えー、そちらの動画の URL も貼ってありますので、よければぜひチェックしてみてください。 あ,あと、インスタグラム始めました。そちらの URL もね、えー、貼ってありますので、よければぜひチェックしてみてください。あとは、えー、僕の Twitter の URL とか、お話を投稿する際のですね、フォームの URL とか、えー、いつも通り貼ってあります。よろしくお願いいたします。はい。ということで、ではまた次の動画、もしくは生配信でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。